ますコロナ退散アマビエ社長でございます。いや今日はですね RKK もう先に宣伝もぶっこんどかないからですね今日のですね夕方の3時55分から RKK 熊本放送水戸黄門でですね金箔が吹いても剥げない国産仏壇これですねテレビショッピングがありますので一つ皆様よろしくお願いします。これは見た後すぐ見返してください。はい、よろしくお願いします。もう33年か平成元年からやってますのでですねよろしくお願いします。はい一応まあ、はい、これでもう終了いたしました。いやしかしですね雨が今降り出しましたね。なんか不思議な天気ですよね。なんかまあいう感じでございますけどですねありがたいことで今朝体調がいいんですよ。やっぱ昨日は一日ですねほら再生会で名前出したらいかんのかな前か半日人間ドックですか行ってですねバリウムとか飲んだんですってですねあれがまたあんまん飲むと体調の悪なんですもんなーみたいな感じでしかもですねまあゆうちゃがまで新型コロナの影響ですげえガラガラなんですよ。皆さん今は人間ドック横ですまでついとってみたいなはいガラガラやったんですよ。でバリウムば飲んでしたらですねいつもはうつ伏せからこう回るのが2回か3回だったんですけど去年は倍ぐらい昨日は倍ぐらい回され6回から7回回されてこれってサービスかなみたいななんかもうぐるぐる具合が悪くなってみたいな感じでですねもう本当もう困った方でございました。しかしありがたいことにですねもう昨日ちゃんとですね寝てでお風呂に入って寝てですね朝から起きて体調万全でございます。さあ今日も一発頑張りますので一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はいおカラスが2匹カンカン揺らすですね。雨にも負けず一発頑張りますね。3月の25日木の木曜日夜7時までナイター営業いつものお約束今日も一発今日頑張っていきたいと思いますね。いやしかしやっぱ本当やっぱ昨日ですね再生回沈んだなでやっぱ今はですね待合室にテレビがなくなってるんですよ。それと雑誌がないですね。でも結構楽しみしてたんですけどね普段買わないような雑誌がいっぱい置いてありますからですね雑誌がないんだなやっぱコロナの影響でやっぱほら人が溢れるっていうのでもテレビがなんでなくなったのかなみたいな感じしますけどねまあそれはどうでもいいか。はいじゃあ今日も一発頑張ります。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。